イーブル名古屋は、名古屋市な各大井町に所在する名古屋市の公共施設。正式名称は、名古屋市男女平等三角推進センター、名古屋市女性会館。名古屋市の地域の婦人団体が中心となり、1947年から、婦人教育専門の施設設置を求める運動が始まった。婦人会館建設のための募金活動の結果、1960年に、 寄付総額1300万円を名古屋市に収めることができ、名古屋市教育館の6階に婦人教育センターを開設することができた。その後も設備やスペースの充実を訴える市民からの要求は続き、小規模婦人グループが学習する場の確保に苦労する状況もあったことからも社会教育施設の快館を求める声は高まっていった。1973年には、 地域の婦人団体、クラブ婦人団体を中心に、婦人会館設置を求める署名運動が始まり、同年12月20日に、署名8万筆を名古屋市に提出した。1974年2月1日に名古屋市会において、請願は採択された。1975年に建設に向けた調査委員会が設置。その中で、名古屋市中区大井町にある、 名古屋市大井プール跡地に婦人会館を建設し屋上にプールを開設する案が出された。設計プランの検討は婦人団体にも開かれた形で議論され市民参加による施設づくりは当時の名古屋市では画期的なものであった。婦人会館設立を進めた社会背景には1975年の 国際婦人年を機に女性に対する政策の充実が進んだことがある。名古屋市でも女性のための福祉工場の目的で、1975年に名古屋市勤労婦人センターが開館、名古屋市婦人会館と続き、女性の学習や交流の機会を公的に保障する取り組みが進んだ。 婦人会館時代1978年7月19日、名古屋市婦人会館の名称で会館を迎えた。総工費は約6億1000万円で、モダンな外装、彫刻風の壁画やゆったりとしたロビーを備えた。建物は鉄骨鉄筋コンクリート造りで、地上3階、地下1階建て。会館当時の設備施設の1階には、事務室、印刷室、資料室、 相談室、託児室、ボランティアルーム、談話室があった。2階には研修室、和室、生活科学研修室、市長各室、小会議室、特別講習室があった。3階には大中会議室、大研修室のほか、活動コーナー、婦人団体資料室、プール事務室、プール行為室があった。屋上には練習用プール及び幼児用プールが所在した。 図書は6740冊、雑誌190種、日刊紙55種、祝冊版3種、録音テープ650点、一般資料8750点を所蔵していた。前日の通り、同書はかつて名古屋市大井プールの敷地であり、会館の屋上にはプールが併設された。1985年、婦人会を中心として、 婦人教育情報センターとホールの建設を進める会が発足し、同年名古屋市教育委員会に5万9000人分の署名を提出した。女性会館時代1991年5月に女性情報センターを開設するにあたり、名古屋市女性会館の名称に変更した。2012年には事業仕分けの結果、男女平等三角推進センターと、 女性会館の両施設で重複する事業を整理し、男女平等三角センターを2014年度に女性会館に移した。2014年からは男女共同さんが推進センターと連携した運営が行われている。名古屋市男女平等三角推進センター、名古屋市男女平等三角推進センターは愛称をつながれと名古屋としていた。2006年、 NPO 法人三角プラネットが指定管理者となっており、センター長には同代表の渋谷の子が就任している。三角プラネットは2005年に設立された NPO 法人。名古屋市婦人会館は情報資料収集提供事業として女性教育、女性問題に関連する図書、資料を収集、提供している。資料室ではレファレンスサービスや コピーサービスを提供していた。名古屋市女性情報センターは、会館時より、国立婦人教育会館情報センターとオンラインで結ばれており、全国で初めての試みだった。4万のデータベースを提供していた。名古屋市男女平等三角推進センターでの女性相談業務を2014年、女性会館に移転し一本化させた。相談員は、食卓職員6名で、 相談体制は変わりない。イーブルとできる、可能という意味のエーブル1月22日発表された。ロゴマークは名古屋市立大学芸術工学部の学生の作品で、イーブルのいいに加え、いい関係や笑顔を躍動的にデザインしたもの。ありがとうございます。